はい、どうもお疲れ様です。未成年ども、座ってください。よう、未成年ども、そこに椅子があるんで座ってください。はい、今回3人で来てっていうのもとある理由で3人に同時に来ていただきました。今回この5人の中で酔ってる人がいます。誰が飲むかじゃんけんしましょう。まあ、やったら長い。最初はグッ、じゃんけん、ポイ。おお。それではじゃあ乾杯しましょう。はい、乾杯。みんなグイグイいきますね。一人とは限りません。あ、なるほど。ただ一人は限りません。オキス、オキス、進めよう。それを、まあ、フィジカルコンタクトなしで、まあ、僕たちにいろいろ話を聞いたり質問をしたり何かをしてと解いてください。その酔ってる人を3人に当てていただきます。全員がやってるかもしれないし、もう一人がやってるかもしれない。はい、はい、じゃあ今から僕たち5人に、まあ一人ずつでもいいですし、全員に何かしてくださいとか、はい、ちゃんと当ててください。はい、お願いします。お願いします。じゃあどうぞ。一人もわかるから。ちなみにメイクしてる可能性もあります。あ、確かに演技だけでした。お酒、強い方ですか。あー、でも大きいですか。えむじさん、うん、お酒は結構強い方ですか、弱い方ですか。言葉によって一番難しい。なるほど、僕は変わんない。変わんない。一個飛ばして、えんさんは多分強い方。多分強いな。おちゃんはバナナ。バナナ、バナナ。一応聞いとこが、太郎社長さん、はい、お酒の方は強いです。弱いです。はっきり自己紹介してください。かわいい。 MC から。 MC です。はっきりやで。はっきり。 MC です。ありがとうございます。じゃあ次、親分。親分、こたつさん。こたつです。うわ、分からんわ。あの人も結構のまま多分弱ネタやからな。エン様。あ、いかおつ、おいか。エンです。イエーイ。エンちゃんは飲んでも、え、でも酔っ、うん、せやな。イエーイ。どっち。お、おとちゃん。おとか、おっちゃん。わかです。タロシャ。タロです。何飲んだんですか。エムシカ。エムシカ。まずいやつ。まずかった。名刺は無理だ。僕も、時間なかったんで、ブラックニッカの話。うわ、ブラックニッカが超は違う、超は違う。何飲んだっけ。飲まれてない。おとちゃん、バナナ。バナナか。一応言おうかもしれない。でも、一応聞いとこ。タロシャ。ほろ酔いです。そう、でも聞こえんな、タロシャ。ぽいね、ぽいね、ぽいね。で、この人じゃないなっていう人からどんどん削除していって。ああ、なるほど。で、その時点で寄った人を間違えて選んでしまった場合、即終了です。きつー。ちょっと、慎重に。ここはどのくらいの量飲みましたか。え、おお、長いな。カンカンですか。僕はもう、そのロックで来ました。これでロックですか。タロシャはほろ酔いの、4分の1ぐらい。っぽいねん、ぽいねん。マジで。今聞いた感じだと、割と N 人とか考えますね。え、何なんじゃん。バナナ。バナナ。どんくらい食べた。何本も食べた。じゃあ、とりあえず飲んでないで一人って出せるんですよ。直感。そう、直感って大事やん。誰かが飲んでない人ですよね。飲んでない人。飲んでない人だよ。いいっすか。じゃあ、じゃあ1人1回抜きます。これで終わったことはほんまにごめん。しゃあない、それはしゃあない。いくで、うん、お酒なん飲んでない人は MC 頼む。めっちゃ緊張できた。今回私は顔が映ってません。ああ、映ってるか。怖い、もう怖い。今回私はお酒を飲んで、今お酒を飲んで、今よっしゃよっしゃよっしゃ、すごい。
前結論してくれ。俺はね、酔いやすいからね、酔う真似もうまい。昔から。ああ、確かにそうだね。そう、だってオレンジジュースです。でも陰気を入れるね。そう。さすがだ。オレンジジュースで酔ってると、ね、思うんでしょ。どうする？俺はいいよ、任せるわ、そこは。俺は何も恨みないよ。オッケー、全員に聞きます。せーので、はい、飲んだ人数教えてもらっていいですか？うん。せーので言ってください。はーい。せーの、よーし。バナナ、バナナ、バナナ3、4、1やねえ。あーっと、いいと思う。俺は、俺そうやと思う。ほな、アンパイ。アンパイはまず攻めだわ、今。端っこ潰そう。マキさん。あ、海へ。もっと YouTube 映りたい。あ、そうじゃん。あれ。あ、来た。これ。来た。おー。もう一人じゃん。もう。なっ、ないでしょうな。ついてよ。はい、じゃあ全員に、くるって回った後に、自分のポーズ。作ったら、にょーにょー、くるっと回っていきます。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しさ最後にしよう。確かに。えんちゃん、楽しい。 OK、 変です。イエーイ。ありがとうございます。急になんか作り出してる。大丈夫。おとちゃん、バナナ。おとちゃん、イエーイ。あいつの言うことが悪いことじゃない。じゃあ、楽しゃ。楽しゃ。ゲア踏んじゃう。回転してる。わからんくやってきた。俺はいいと思う。皆さん、はい、みんな落ち着いて、始めて。俺はいいと思う。俺だって、いや、そんな気する。やばい。早く喋れ。行こう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 。攻めへん。飲んでない人は、おとちゃんです。じゃあ前に来て、飲んでるか飲んでないか、お願いします。今回、俺は、お酒を飲んで、お酒を飲んで、いませーん。食べたー、食べたー。すごいね。じゃあ、こっからは特別に何人この中で寄ってるか聞いてください。いいですか。じゃあ、質問です。はい。この3人の中で寄ってる人は何人ですか？2人。イエーイ。だから、次は寄ってる人を選んでください。計算とか得意よ。もう全然得意やで。まあね、頭がいいのでね。はい、オッケー。いきます。全員で100から7ずつ引いていってください。何々何々って言ってください。せーの、太郎社長はほろ酔いを3分の1飲んでいます。やったやった。ちなみに今酔いがされてきて頭痛がすごい時間です。
じゃあしっかり休んでください。ありがとう。トイレ行ってくる漏れそうだよ。やんな。よっしゃ、なんだやつ、やんな。今回、大人組、誰が飲むか、はい、じゃんけんしましょう。まあ、いや、ただ長い。最初はグッ、じゃんけん、ポイ。おお。うわあ。早く決めて。いや、あの人は手稼いでんねん。ゆっくり決めなさい。言うねん、あの人。そんなこと言っときたくない。あ、そうです、僕は。こんだけ冷静なこっちゃん、もうこっちゃんね。早く答えろよ。せーの、ゆみさん、そう。もうそれを信じよう。え、それって寄ってる方、寄ってない方、どっち？寄ってる方。寄ってる方。決まった方。行くぞ。寄ってる方やね。せーの。さあ、酒を飲んでいません。いません。夏っぽいものをコンビニで買ってきてと LINE したら何を買ってくるのか検証してみた。夏のもの、お得。うん、ま、美味しい。やっぱりうまいよこれ。何それ。